僕らはさ何も使えない。ウェルビーイング、それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。西原町にある無農薬栽培にこだわる小橋川ファーム沖縄では、子どもたちを集めてあるイベントが開催されました。こちら橋行くイベント、 SNS で告知して子どもたちが集まりました。きっかけはもう本当に食育で、子どもたちにお箸をなんかしっかり持つっていう意識がどんどん増えていけばいいなと思って、橋行くの先生もお呼びしました。皆さん、正しいお箸の持ち方で持ててますか？どうですか？日頃できない？昔は扉を開けるときはノブを回して押したり引いたりしてました。だけど今はウィンって開きますよね。ってことは手をあまり使わない生活が増えてます。それで箸を正しく使うため、指を動かす体操から始めます。お箸を正しく使うことが好き嫌いの改善にもつながるそうです。お箸がこっちは始めたばっかりで、こっちはまあ使えるんですけど、なんかちょっと持ち方の指導っていうのがちょっと私もできないなって感じていて、いい機会だなと思って参加しました。上下で、ここでポイントです。この上の箸だけ動かしますって言うんだけど、この手首が動くんです。みんなこうやってこうやって、ではなくて上下できますか？スポンジは簡単につまめても、やばい、滑る。お豆をつかむのは難しいですよね。滑る。よしみんながこうやってなんか指の運動とかをやっていって、でそれでお箸をなんかしっかり持つっていう意識が出てきてくれて、なんかそれでいろいろ野菜も食べてくれたりとか、まあ、家族団らんが増えればいいなって思いました。正しくお箸を使って野菜を食べてすくすく育ってほしい、ウェルビーイングな思いです。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。